鍋島直忠は、日本の政治家、実業家、家族。1889年に、鍋島直弘の4、男として生まれ、1897年に、死者、鍋島直まの養子となる。1908年に、東京府立第一中学校を卒業し、東京外国語学校のドイツ語本科に入学。1911年に同校を卒業すると、 ドイツ帝国に留学した。ベルリンを経てドレスデンに移り、1912年10月6日にザクセン王立ターラント林科大学の林学科に入学した。林学や植物学を学んで1914年3月に修了証書を受け取り、続いてミュンヘン大学の林学科で研究を行っている。日独戦争開戦前の同年8月12日にロンドンに移り、 数ヶ月間滞在した後に、アメリカを経て12月24日に帰国した。佐賀106銀行の頭取りを務めた。また、1915年に、養父直明が亡くなると死者になり、1925年に、貴族院議員に選ばれている。1929年に、司法大臣秘書官となり、1931年に、発足した第二次。 若月内閣から犬飼内閣で海軍参与官1936年の広田内閣から林内閣では内務政務次官を務めた1937年には貴族院遺問団として定州に派遣されている1939年4月29日に東京府渋谷区代々木上原の自宅で横断のため亡くなり長男の鍋島直明が家督を継いだ ありがとうございます。